はーい、クミンでーす。お弁当作りまーす。今日はですね、時間がないっつっちゃないんですけれどもこれから準備でございますけれども、3日間ね、ちょっと仕事に行ってて、昨日終わってからちょっと、渋谷の思うツボで仕事してたんですけれども、デパートが調べたら7時までということでそれで15分前にスタッフに送ってもらって、で駆け込んだんですよ。なんですけど、もう目的のものがあって、それちょっとね、後で覚えてたらお話ししますけどね。ということでね、お弁当とか食料品をね、一切買えなかったんですね。で、家帰ってきて冷蔵庫何があるかなと思ったらですね、人参とじゃがいもとナスと大根、これでございます。卵もないし、それで人参とじゃがいもがあって、あ、カレーね、カレー作っとけばなんとかなるかなと思ったら、玉ねぎもカレー粉もない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 で、さあどうしますかっていうところで、まあ冷凍のね、ものがあるので、冷凍食品とか、例えばちょっと何まで作るか決めてないんですけど、こういうのね、電子レンジでチンするだけで2分でできるっていう、こういう、ね、こういう辛いものね、あの今パパ好きだからね、こういうのをちょこっと冷蔵庫とか入れてあげようかなとかね、もうとにかくね、これしかないで、一応ご飯は炊いていて、あ、そうそうそう、あと缶詰ね、もうね、この間ね、これ焼いて、何に入れたんだっけ、いや、小さいお弁当に卵をひいて、卵がないっちゅうの今日はね、卵をひいて、これ焼いて、やったね、めちゃくちゃ美味しかったって言うんですよ。でね、味付けはサラダオイルで焼いて、お醤油かけただけ。すごく美味しかったっていう。それ作ってあげるよ、じゃあもう醤油だけで調味料使わないわよ、もう調味料リーマンパパのドライヤーがなんか、ね、あとね、サニーレタスが残ってた気がする。サニーレタス、あ、でも、あ、キュウリもあるか、これキュウリもう本当にさ、いないとさね、え、でもこんなんでもね、ほら、この、3日前にまでね、うちの父親がよく言ってましたよ。もう野菜はね、元気だからね、最後の最後まで食べてあげられるって、野菜は元気だからって言ってましたね。ということで、ちょっと待ってくださいよまずお湯沸かすか、お湯、あ、そうそう、これやっちゃうと入んないね。このね、小さなお鍋のフライパンがね、多分今1個しか出してないかな。ね、ちょっと今日オールキャストでいきますかね。ね、冷凍食品のですね、冷凍食品、そうやね。まだ考えてる、どうしようか。ね、とりあえず、これのおにぎりはね、朝食用に作ってあげましょうよね。それでね、今ね、エビをね、白ワインでまぶして、塩コショウで今ね、ちょっと下味をつけてる状況でございます。今ご飯を炊いてる状況でございます。あー、どうしよう、何ができるかな。え、あれもない、これもない、ない。私だからお湯を沸かしたいんだけど、お湯を沸かすのにお鍋が、あ、これがあるか、これ、これを湯がき用にしようかな、ね、これが、このお鍋がちょっと洗いやすいので、これにしましょう。で、お味噌汁を作っちゃえば、あれの器も開くということで、まず湯がき物をしてしまいましょう。いやー、もう昨日ね、すっごい大泣きして、もう目がね、なんか
あのワンタンの介護もそうで夜中ねちょこ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 起きたりとかしてるんで、だから目が開かない、なんかここら辺の眼輪筋がもう凝っちゃってて、もう眼輪筋マッサージを今日やろうかなと思って、なんかねこれ以上フッ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 、あ、でもこうやるだけでもなんかちょっと緩んでくる、これやったらもっと緩むかな。ちょっと早くしなさいって言ってんの。そうそうそう、サニーレタスちょっと洗っとこうかね。今ねご飯がねまだ炊けないので、なのでちょっとね今日はあのまだ準備してない長編になるかもしれないです。長編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 って、あれは合わせるでしょ、これはこうするでしょ、合わせるでしょ。でまず大根で、もうおナスとかねあの調理してると時間がないのでお味噌汁にぶち込みます、大根と。それでもねこれ大根全部は使い切れないと思う。そうですか、醤油で焼いただけなのに美味しかったですか。うん、なるほどなるほど。冷蔵庫にパッと見えるところになるんだろう。それでもまだ大根が余る。私大根サラダ作ろうかな後で。大根サラダ。ハムもなし、ベーコンもなし。だけど冷凍のお肉はあるのよね。そう、こういう時に冷凍買っとくとね助かるわよね。でお野菜もね全くないんじゃなくて、じゃがいもと大根とおナスがあるっちゅうね。はい、もうありがたいありがたいでございます。大きい声出さないときに今歌うとね、今パパがシーって言いそうな気がするから、あとでボイスで歌うもんね、歌っちゃうもんね。あ、切り方が違っちゃった。まあ個性があって美味しいでしょう。なんかね、私のシリーズの動画を見てくださってる方はご存知かと思うんですけど、なんかうちに妖精が出るらしいんですよ。でね、皆さんが妖精が出る妖精が出るって言うからね、あの夢に出てきちゃった昨日妖精が。それでね、妖精がねなんかボクサーサイズやってたんですよね。でね、夢の中で私もボクサーサイズ一緒に妖精ちゃんとやったらですね、全身今日は筋肉痛。筋肉痛、筋肉痛。ああ、気持ちいい。あ、ちょっとお湯が沸いてきた。でね、おナスはね、あ、でも私も食べたいからこれ全部使っちゃおうか。お味噌汁の場合はね、ちょっと色が出るのでね、ちょっとピューラーで使
少しね青い部分をね取りましょうね。皮も美味しいんですけどね、ちょっとまだらに、3日料理しないとなんかキッチンの様子が変わってますね。ほんのちょっとねこうやってねまだらにねしておきましょうね。でこれ大根もねお茄子もね生で食べられるのでね、あっという間にお味噌汁が出来上がりますのでね。なんか喋り方変な。あ、だからお湯がさ湯がけたからね。そう、もうあるお野菜とか材料さねえ今日料理しなかったらもうこれでかわいそうなことになっちゃうね。一生懸命作っていただいたものをね、縁があって我が家に来てくれたんだと思うので、もうとにかく味噌汁とか何でもいいから食べましょうね。でこれお茄子に入れちゃいますね。それで私はねこれでね一回ね人参をね、あらやっぱりこんな山盛りになる。私が作ると山盛りになる。まあ、ちょっと煮ててちょうだいね。で人参さん、あ人参さんもまだね余るわね。これね付け合わせにするのにね、人参さん、ちょっとこの沸騰は早く入れてよってなんかせかされてるようなので弱めます。ああ、人参皮も美味しいんだけどね、これきんぴらにしたら美味しいのにね、この皮のところね。だけどお風呂が沸きます。あ、そうそうそう、ちょっと今子供たち寝てるんですけれども、起きたらねあのピーピーハーハーねいろいろねうでね、あとあのリーマンパパのねドライヤーとかね、あのいろんなね生活をしますけど申し訳ございません。あのリアル朝でございます。我が家のリアル朝でございます。どうしようかな。おしめにしとこうか。あ、それでもやっぱりこのぐらいか。湯がくだけ湯がいて、私はねあの素朴にもその湯がいたまんま、ちょっとこれピオラで面取りを、まあ妖精ちゃんの夢を見ながら一緒にボクサーサイズやっただけで筋肉痛なんて、いかになんかあの大きな動きをしてないかってことで、ステージだとねやっぱりね知らず知らずのうちにね大きなねあの動きしてるんですよ。それがねないからね、大きな動き小さな動きはねあのワンタ抱っこしたりね、あのワンタ改造するのにね、あちょっと人参さんちょっと歪んじゃいます。人参って何分で湯がかる、ちょっとタイマーつけておこうか。タイマーちゃん左どうしよう、6分ぐらいはい、ここで人参ちゃん OK。 で本当はねあのじゃがいももね湯がいて久々にじゃがばばたやろうかなと思うんですけど、あの皮からやった方が本当は美味しいんですけどもね、ちょっと今日はね剥いてね湯がいちゃいます。はい、レモンちゃんまだご飯が炊けないからねってあの安心していると、あ、これちょっとあの安心していると最後にドタバタと、でも多分ドタバタになると思います。ねえ時間あるとね楽しいことしたくなっちゃうんでね。いやーもうなんかね一昨日はねもうあのサラダが食べたくて仕事場の
ところにあのナチュラルローションがあるんですよ。そこのナチュラルローションのね、ほんのちょっとね、あのパスタが入ったねサラダがね、こんな大きなボウルで売ってて、1回にね2個とかね贅沢しちゃいましたけどね。でもパスタが入ってるからもうそれだけで、うーん、あらダイエットみたいな感じでね。そうそうそう、湯がかってます、湯がかってます。本当うちの朝はいろんな音がするんですよ。朝だけじゃないか、給湯器変えてからね、まあ、言葉は増えてますね。お湯ためるときに、自動ためるときにね、栓閉めましたかとかね言ってくれるからね。いやーもうこのガス代はね、いろいろ喋ってくれるからね。ほらね、ほらほらって言って何がほらか分かんないです。ほらね、ちゃんとお野菜は元気に私を待っていてくれたね。お野菜ちゃんありがとう。お野菜ちゃんが私を待っててくれたよ。ちょっと水切りをしといて、にんじんちゃん湯がいてる間に、はい、それでですね、今日は冷凍物でございますからね、冷凍を何処理するか、とりあえずじゃがいも1個で、あとはあの私はねもう何でもね細かくして、あのカレーの話ですね、カレーを細かくしてもう何時間もコトコト煮込んで、であの具は別にトッピングでまた他に作るっていうのをするんですけど、イーマンパパはもう本当にあの数分でできるゴロゴロ野菜カレーが好きなんですね。なのでこのじゃがいもはほらこんなに新鮮だもんね。だから人参があるからゴロゴロカレー、カレー野菜、ゴロゴロカレー、ゴロゴロカレー作ってあげようかね、あの材料が手に入ったらね。まあ父が北海道なんでね、もう小さい時に食べたねじゃがバターとかね、トウモロコシとかね、すっごい記憶にありますよね。うん、小さい時のやっぱり食事っていうのは記憶に残るな。なんかあの小さい時に北海道で、まあ岩見沢なんですけど、まだ自然もねいっぱいあってね、あのお散歩中っていうか外歩いてるとね、なんかこんなちっちゃな赤いつぼみがあって、それ食べられるって聞いてね、なんかおやつにね、おやつを貧乏で買ってもらえなかったからね、なんかお散歩行ってね、それつまんでね食べてました。なんかね、あのザクロみたいなやつ、なんだろうね、あれ食べられたんだろうか本当に。最近知ったんですけど、あ、子供たちもそう、今日ね子供たちのねさつまいもがなくって、じゃがいも湯がいてあげよう。そうだ、じゃがいもを久々に子供たちに湯がいてあげよう。ってことはカレーはこの大きい方を残して、これをささみはにあるんだけどね、そうお芋せんべいがないから、そうそうそう、じゃがいもがあるじゃないね、何お芋さんないとか言っちゃってね、じゃがいも茹でたりよ一緒に。あ、そうそうそう、そのね北海道の時のね、そのちっちゃい粒ね、あれ食べられたのかな。でもねお腹壊さなかったからね。そしたらそうそう、何を言いたかったかっていうと、あのなんだか、あの YouTube のあのあれで宣伝で出てくるんですけど、お花とか薬草とかに向けるとそれは食べられるとか食べられないとか、何の花ですとか言ってくれるのね。すごい、はいはい、何、人参、何何、あ、人参がもういいっていいって言って、別に人参がいいって言ってるわけじゃないんですけど、あ、そうそうねえ、何でもすごいですね、すごいすごい。なんかこれね半生ぐらいのね
あの生をねガリガリ噛んだ方が顎にいいからこのくらいでいい。そう、顎は鍛えないとね、年とともにね、そうそうそう、いつまでもね若くはない。あ、そう、このお鍋だったらこのまま炒められるな。フライパンやらなくても多分焦げないで。よし、いくぞ。ね、これでちょっと大きめにしとこっか。炒めるときにね、バターで炒めるときにちょうど意外に柔らかくホクホクすると結構溶けるんですよね。じゃあこれで出来上がりで、バター炒めるときに人参も一緒に炒めちゃうから。さあ、じゃあ冷凍食品を何にするか、お弁当箱をどれにするか、まだ何にも考えてない。で、子供たちのご飯のふやかしがね、結構ね、ジンケアのね、ワンタのやつがね、結構ね、かかるのでね。あ、何か落ちた。こっちに落ちたってことは、これ閉まんなくなる可能性がある。あ、これ閉まった。あ、下が閉まんないね、やっぱりね。何かが落ちた。お鍋が落ちた。待って、何しようとしている？あ、これでいっか。これで。ね、おかずがない。あ、でも付け合わせ入れるとこれが入んないんで、やっぱり。だからね、これとね、これの中間が欲しいね、やっぱりね。あ、これ多分、蓋閉めたまんま会社でチンしたのかな。歪んでる。あ、閉まんない。これとこれ、じゃああとはこれもうお味噌を入れて、はい、入れちゃいましょう。あららら、お鍋が奥に落ちちゃったわ。あら、どうしましょう。あら、3分で炊ける。あら、早いわ早いわと言ってもね、そんなに時間はないので、頭が働いてない。はい、これは温めてみようか。混ぜるだけだから、混ぜてチンするだけだから、これ作っとこうかね。辛いものがちょっとあると食欲が進むわね。じゃあこれで、これで一品。ポギってどういう意味なんだろう。またググらねば。ポギ、これはおりばし、100円ショップのおりばし。これね、用事ついてるのすごくありがたいんですけど、これ落としちゃったら子供たち危ないので、すごくね、あの割りばし開けるとき気を使いますね。このタン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 って見てるそうですね。タン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 って、お味噌取りに行こうとしたら、あ、そうだそうだ、これ蓋ごと入れられるやつだから、600ワットで2分って言ったけど、この間2分半が良かったかな。2分20秒、2-2で行きました。2-2で、お味噌、お味噌、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 あれ、いつもの味噌がね、あった、奥にあった。おこし、あ、届かない、背が低いから。あの昔、あのアイドル時代デビューしたての頃に、あの漫談とかそういうのにね、新人でなんか前座みたいにアシスタントで出させていただいた時にね、あの、あ、炊けてから10分ね。そう、その時にね、あのギャグが恥ずかしくて、ギャグっていうかもうね、あの師匠たちはね、すごく大真面目でね、私がね、そこをね、きちっと言わないとね、こけてしまうっていうところでね、私がね、もうなんか言えなくてね、うん、なんかご迷惑をおかけしたことがあるんですよ。
ねえ、なんだっけな、金もいらなきゃ、おなもね、なんか AI さん引っかかっちゃうんだけど、いやぬ私はもう少し背が欲しいとかいう、なんかありませんでした。それをね、あのその師匠がね、あの替え歌してくださって、お金もいらなきゃ、あうんもういらな、私はもう少しこれ欲しいってね、やれっていうのができなくて、もごもごってやったらね、あのフォローしてくださいましたけどね、ねえ恥ずかしかったな、ね、私にも恥ずかしいという年代がございましたのでいいですね。ちょっとこれ5分になっちゃったから一回消して、ここからはい私はもう少し背が欲しいって、本当ね身長低いからね、本当そうなんですけどね、できたかもよ。これでちょっとランチョン見て、あ足りるね、これで足りる足りる。私はもう少し背が欲しいとね、なんかね最近ねちょっとね、しょっぱめに、私にはしょっぱいんだけど、リーマンパパ大丈夫って言うんだけど、私はちょっとしょっぱい気がして、うーん私にはしょっぱい気がするけど、この色なんだよね。じゃあこれでどっちなんやって、あっ、トッポギの匂いがする、あっち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 、ちょっとこれあっちあっち、これで混ぜるだけ、あっ味噌汁が。お話ししてるといろんなこと思い出しますよね。いやーでも今41年間って言おうとしたら61年間に41年間いろんなこと、あ、だから芸能生活が47、8年ぐらいになるのかな。歌手から考えるとないんだけど、13歳から子役をやっているので、まあすごい年数でございますよね。ありがたいこっちゃですよ、本当にね、元気にお仕事させてもろて、これでお味噌汁ができて、そろそろランチョンミート行かなきゃね、あと4分だもんね。手抜き弁当って言うんですか？ランチョンミートはこれでいいかな。ねえ、とっても美味しかった。お醤油味のランチョンミートいきますよ。嫌味。すっごい嫌味。それ、すっごい性格悪いね、私。もともと性格悪いね、私。本当に。本当に性格悪いの。だからね、もう素直な人見るとね、羨ましいというかね、素晴らしいなと思うわ。私、やっぱりね、
どっかね、ちょっとね意地悪だったりね、なんか素直じゃない。でもね、私のあのアイドル時代のあの座右の銘っていうかね、素直な心ってずっと出てきた素直じゃないからそういうふうに言ってたのかな。ねえ、パパこれ好きなんだよね。これどうやって出すんだっけ。え、これでやるとさ、なんかあの箸の跡がついちゃう。うまく。これで出てくれるかな。あ、出てくるな。これこの間どうやって出したんだっけ。どうやって出したの私。うわあ、出てきた。出てきた出てきた。ちょっと、あ、ちょ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 。出てきた。でね、これをね、ちょっと洗うんですよ。洗って。三枚おろしぐらいにいたしまして、これを3枚焼けるかな。あ、ちょうどいい感じ。予備でね、缶詰とか冷凍とかあるとやっぱり楽だな。あ、今日はもうお弁当ダメだろう、今日はお弁当ダメだろうと思っても、なんか明日はもうコンビニ買ってねって言ってね、朝起きるとね、お弁当作りたくなるのよね。焼けてます、焼けてます。じゃあちょっとあのメインの冷凍食品探してきますね。でもここなんですけど、ここね。あ、何しようかな。あ、これでいくか。これ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 。タイ名店だって。タイ名店どうやって作るの？ラップをかけないで加熱する。凍ったまま商品、温めたフライパンに油を中火で炒めてください。凍ったまま入れるんだ。ああ、はあ、はあ、ちょっと待って、その前にエビ炒めちゃおう。これカレー粉がね、あのパウダーの方あったらよかったね。ちょっとエビ炒めちゃおうか。エビちゃんをガーリックオイルで、あ、そうそうそう、片栗粉まぶそうと思ったんだ。片栗粉まぶしてワインでね、こうやって漬け込んで塩コショウしてあるので、これに片栗粉をまぶして、リーマンパパたまにマルシンのハンバーグって皆さん知ってらっしゃいます？なんかこう薄くて固めのハンバーグ、あれをね、なんか昔結構食べたみたいで、たまに買ってきますね。
小さい時食べたものって食べたくなりますよね、やっぱりね。私ね、あの、もつ焼き、なんだっけ、あそこ、メーカー、あのタレにつけてあるあのもつを炒めるだけのやつ、あれ好きでしたね。もつ、これで焦がして、で、これを炒めちゃおうか。ちょっと片栗粉をまぶして、で、オイルをね、ガーリックオイルをね、ドバドバッと。ガーリックオイル。じゃがいももうちょっとだな。これでもうちょっと弱火で。じゃがいももうちょっと。お、いい感じに焼けた。それでお醤油をジュジュッと。いい焦げる音、匂いが。おお、醤油の焦げるいい香りが。これはうまいでしょう。はい、ランチョミート出来上がり。じゃがいもはね、もうちょっとでございます。アイリーはもうガーリック、はい、高くしているんですよ。引かないでね。もうガーリック焼きのすごくいい匂い。うわー、めちゃ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 ガーリックが。これブラックペッパーで辛くついてやる。うわ、これは美味しいでしょ。これは美味しいでしょ。いい香りだ。やばい、もちろんもうちょっとだな。ちょっとじゃがいもとゆっくりやっててもらいましょうかね。エビもね、ちょっとあの色がつくぐらいね、しっかり炒めてね。やっぱりね、この香ばしい香りと香ばしい色って食欲そそりますよね。うわ、いい香り。もうね、長く炒めてるからフライパンが熱いから、あの一番小さくされていて、大きくしようと思っても大きくしてくれないの。もう最後バッと焼きたいんだけどね。ありがとう、安全装置さん、ありがとう。でもね、最後強火が欲しいんだけどダメ。あ、そう、どうしてもダメ。私がこんなに頼んでもダメ。わかりました。ちょっと待って。じゃあ他のことしよっか。ちょっと炒まっててね、エビちゃん。他のことします。それでね、キュウリがねあったのよ。あったのよってキュウリがね、これ元気でいてくれたかしら、キュウリさん。キュウリさん元気でいてくれたかしら。
か。ね。相当な焦げ目が起きて。ちょっとここに置いて。で、じゃがいもをね、ちょっと大きく切ったからね、もうちょっとですね。きゅうりをね、ちょっとね、卵がない代わりに、ランチョンミートだけのおにぎり、あ、そっか、のりのり、だと、なんか寂しいじゃない。なのでこの間も言ってたな、あれのりがあるって。あ、そう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 、これいっか、ちょっと細くしたいね。いい時間になってまいりました。ほんのちょっとネギを細くして、あ、じゃがいももうちょっとだな。こっちに来てて、じゃがいももうちょっと、ね、ちょっとお使い回してフライパン使うからジューシュジューになっちゃうね。お、エミちゃんが起きてまいりました。エミちゃんおはよう。エミちゃんおはよう。お元気ですか？今日の体調はいかがですか？これが吉と出るかいいと出るか悪いと出るか、まあやってみよう。やっぱりね、シャキシャキ感をねおにぎりに入れたいんだけど、この水分がどうかな。あ、これね、わかった。この千切りは私はカッパ巻きにする。ちょっとね、千切りじゃない風にする。やっぱりこれだと難しくないって言ってると思う。ちょっとくれる、この歯ごたえがどう出るか。どうだ、じゃがいも。あ、もうちょっと。はい、それではですね、ご飯ご飯ご飯、ラストスパートに入ってまいりました。ラストスパートに入ってまいりました。一瞬冷ますので、お釜の蓋開けっぱなしにしますね。じゃがいもちゃん、もうちょっと、あら、結構やっぱり大きかったわね、じゃがいもちゃん。じゃあちょっと、気持ちいいわよね。はい、そしてこれできます。この中にですね、結構かかるわね。この中に、こうやってで入れて、でここにご飯を入れる。
飯を入れて、そのご飯を押しつぶす、押しつぶす、押しつぶす、これなんか途中になんか入れた方が美味しかっただろうけれど、こうやって押しつぶしました。で、私ちょっとキュウリ入れてみる、歯ごたえどうか。これ1個キュウリ入れましたで、キュウリ入れて、もうランチョンミートの味がついてるので、あ、私切り方間違えた、あ、間違えてなかった、大丈夫ここにランチョンミート入れます。はい、それでこれをギュッと押しつぶして一個抜くと、これがこうやってできるんだそうで、はい、じゃもう一個作っとこうかな、一応ね、一応今なんかね、よし、もう一個、あ、じゃがいももいい感じになってきたからね、もうちょっとね、でこれで入れて、でご飯を入れて、でこれを押しつぶして、押しつぶして、ご飯を押しつぶして、ちょっときゅうり入れないのも作っとこうか、このまんまのやつね、私の思いつきなので、握らないで押しつぶした感じに、ここに醤油味の、こっちをしとくね、醤油味のちょっと持てない、ギャグ言ってる場合じゃないちょっと持てない、はい、醤油味の垂れてる、垂れていい感じ、これを入れて出来上がりうん、押して押して、あ、破けた、ああ角っこで破けたよあ、ちょっと頼むよ、これあのここの縁がね、ほら噛んだから引っ張るときに気をつけないと破けるキュウリ入れた分やっぱりなんかちょっと大きくなる感じはい、でこれってアルミホイル、これにくる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 、どうどうどう、こんな感じ、どうどうどうこれや、やりたいことがたくさんあって、でね、こうやってね、キャンディーみたいにやったらね、ここにね、おリボンつけてあげたかったんだけど、おリボンがないからこのまんま会社行くリーマンパパのお弁当にリボンつけるかで、これこっちはね、キュウリが入っている方、これキュウリが入っている方で、これで一品出来上がりね、これで朝食、朝食、さあメインです、メインです、メインです。じゃがいもどう、じゃがいももうちょっと、ちょっとお湯入れる、お湯がなくなるぐらいまだ入れるから、どうしてどうして、ちょっと全開、はい、そしたらですね、
チャーハン多分ね3分ぐらいで炒まると思うので間に合うでしょう。凍ったままって書いてあったからね、凍ったまんま。さすがにサラダオイル引くよねこれね。加熱しすぎは調理不良の原因になります。鉄のフライパンをご使用の場合は少し少量の小さじ1杯を引いてください。あ、そんなにいらないんだ油が。あはははははは、なるほど。ちょっと減らすかね、あんまり油っぽいのもね。 OK、 このまんまとにかく炒めよう。高温で、お、いろんなものが入ってる。わ、カレーのいい香り。三代目シェフ、あ、この方よくテレビ出てる、あの日に焼けた方。なるほど。YouTube 見てね。タイムエキス使ってますよ。これ炒めるだけ。子供たちのじゃがいもを、あ、子供たちのじゃがいもは後でまたチンできるから、これはこれで取っとけば。あーほんほん、もう一個出すか。もう一個。子供たちのじゃがいもはまたチンできるまで。あ、ちょ。子供たちのじゃがいも。炒めるだけなのにいかにもチャーハン作ってる感じ。お、飛んだ。どんな味でしょう、タイムエキンさん。熱いかな、まだ冷たい。おいしいね、冷凍食品おいしいじゃないこれ。でも多分パパパンチが欲しいと思うね。おいしいめちゃおいしい。これは冷凍食品様々だね。うわ、おいしいでしょう。これどのくらいで温まるかがわかんないね。うん、温まった。これは美味しい。これ食進むでしょうね。オッケー。買い物なしではございますが、これでね、これを、これじゃ少ないかな、少なかったらまた上から出せばいいかね。チャーハン
せっかくこういう小道具あるからね、たまには使わないとね。あ、結構入る入る入る。あ、結構入る入る。これは結構全部全部全部っぽい。でも私一口食べたい。これ一口残しておこうかな。いい感じ。ちょっとだけ私で、これがこれに入るの？あ、ちゃんと入る。やったー。お、かわいいかわいい。かわいい言ってる場合じゃないよ、そろそろ。はい、じゃあちょっとですね、お芋さん大丈夫？こんなにお芋さんに時間かかるとはちょっと大きく切りすぎたね。あ、OK OK 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 だよ。ちょっと待って、これで一回汁を出しちゃう。汁を出しちゃって、バターでから入り、バターでから入り、でその時に人参も食べる分だけバターで、私はちょっとバターの方がいいので。塩、いい感じ、いい感じ。やっぱこれ滑るの？回ってる。あ、よかった。もう容量がね、少なくなると止まっちゃうんでね、どうしたものか。で、先に人参を取り出す。人参を取り出す。先に人参を取り出して、あ、あ、じゃがいもがホクホクになってきた。これに塩を絡めたから、あ、バターのいい香り。これで青のり、青のりを、あ、あ、あ、バター入った。すごかったよ、今。すごかったよ。このね、バターでね、ちょっと焦げ目をつけるところが美味しいのよ、このじゃがいもが。あ、危ない、危ない、危ない。急ぎ。はい、こんな感じ。こんな感じで、これをじゃがバター入れます。じゃがバター、じゃがバター、人参、もうじゃがもいっぱい入れてやろう。1個私食べよう。1個、何でも1個ずつ、1個ずつ私。はい、それでですね、エビちゃんのガーリック炒めを、青物がないね。あ、そうだよ、私サニーレタスを、サニーレタスを、青いところちょっと忍ばせて、何かこうグリーンがあるぞ的な匂わせをしてね、グリーンがあるふりして、このね、根元の、よし。で、ここにエビを、これ食べきれないだろ。あ、トッポギ、トッポギ、トッポギ入れちゃろう。これちょっと赤いの、ここにトッポギ、トッポギ、トッポギ、トッポギが、これ食べきれないだろう。トッポギ、私もちょっと食べたい。これトッポギチーズ絡めると美味しいんだよね。よいしょ。トッポギ、トッポギ。味噌汁。はい、出来上がり。手抜きかな。冷凍食品炒めただけだからね。はい。じゃあこれでね、すぐ食べると思うので、パパね、あったかいまんま入れますよ。で、食べなかったら冷蔵庫に入れて。
またね、あのお昼食べてくれるので、じゃあまずこれを入れまして、そしてお味噌汁を入れまして、でこのおにぎりを YouTube に入れとこうか、入れまして、でお箸はねもう1週間も入れてあるんです、ここに、ね、これきゅうり入りときゅうり入りじゃないのと、おにぎりを入れて、あ、そうや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 、野菜不足、野菜不足、ね、これだけ作っても野菜不足、青汁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 、ちょっと冷たいまで持たせてやろうか、よいしょ、これから暑くなるとね、水分ね、いっぱい取ってもらわないとね、脱水状態になると困るんでね、よし、青汁弁当できてね、火止まってるね、はい、じゃあちょっと行ってきますよ、ちょっと行ってきます。あら、閉じ込められてたねえココナちゃん、暑かったんじゃない、お待たせ、あ、えみちゃんも、えみちゃんもお見送りしたかった、ごめんね、そこ閉めてたね、えみちゃんごめんね、お見送りしたかった、はい、リーマンパパ行きました、また誤解しちゃった、今日は長編になりましたけれどもねえ、なんとかなるもんですね、なんとかなりましたかねなんとかなりましたかね、これはまた後で、あの、ここを掃除するときに全部拭き直して、ね、拭き直して、拭き直して、掃除して。今日ね、じゃがいもあるからね、じゃあ子供たちの、ふやかしを作りながら、もうね、そうそうそう、今日ね、もう大泣きしまして、昨日大泣きして、でも目がね、もう朝こんななっててね開かなくてね、なんかまだなんかこれは緊張してる感じの、後でちょっと眼力マッサージすれば一瞬で治るんですけどね、実はね、あのジンケアのワンタンのあの缶詰もそうなんですけど、ロイヤルカラーの缶詰もそうなんですけど、あの生肉の方も手に入らなくなりまして、で前の動画でもお話しさせていただいたことあるんですけど、あのコロナで輸入がやっぱりいろいろね出てきてるんじゃないですか、でやっぱりね、普通のそのドッグフードじゃなくて、そういうあのリンが少ないとか、そういうなんか腎臓にね、そのは食事しかもあの進行を遅くするのがないですよっていう感じじゃないですか、だけども手に入んなくって、であの生肉もあの取引してたお肉屋さんが取引なくなったって言うんですよ、誰かな、ごめんなさい、あ、ゆみちゃんか、うん、でね、その新しい取引先ができるまで生肉の製造ができません、腎臓ケアのね、と思って、それが頼りだったんですよ、あのある程度ね、それだけで栄養が取れるし飲み込みやすいしって、それがダメで、それでここら辺であの腎臓のワンタには獣医師、担当の獣医師の先生が豚の脂って言って
言われたんですけど、豚の脂やっぱりね食べにくいみたいなんですよ。でそれでサーロインだけ OK って言うんですよ。おサーロインだったらいいよって言うんだけど、もうあの高級なものじゃないですか。なんですけど、ここへ来てワンタがねちょっとね、あのやはりね日に日にね、そうそれなりにあの年を重ねていくわけです。一日一日様子が変わっていって、そうそれでね、なんかねやっぱりね、あのサーロインの美味しいっていうかね、あのサシのある脂の多いところでね、どうしてもいいお肉って言ってね取り寄せてみるんですけれども、1日 40g なんですよ。ほんのちょっとしかね食べなくていいそうなんです。もうそれでそれとお芋さんがあればもう栄養はいいからって言うんで、そんなにたくさんではないのでなんですけど、あの赤身のところが多くって油が少ないんで、やっぱりねあの A3 ランクだったりとかするんですね。で A5 ランクってなかなかね、前はねお肉屋さんにあの知り合いがいて、であのささみを大量に仕入れてもう湯がいて、であのシェルターとかにその保護犬のところのね差し入れとかしてたんですけど、もう今のところちょっとボランティアをあの個人的にやっていて、そういうなんかな大きなあのボランティアとか、あの東日本の時には知り合いの4トントラックに2台出してもらって、うわーっとその物資を運んだり、そうにやってたんですけど、今それをねお休みしてるんですよ。まあ、コロナっていうこともありますけども、でなんとかねもう日に日にあのそういうっていうかね、ワンタが体調がいい時もあればすごく悪い時もあって、すごくこう波が出てきたので、なんとかねあのそのサーロインをね一口でもいいから食べさせてあげたいって、もこれ贅沢だと思うんですけど、ワンコにっていう風にねあの思われてしまうかもしれないんですけど、もうやっぱりね一口だけってね、あのあこれ料理番組ですよ、料理動画ですよ、ちょっとごめんなさい、もう昨日ねそういうのも泣きしたんですよキッチンペーパーがあーっていうのはね、仕事終わりで、早く閉まるんですよ、今ね、デパートもね、食品売り場も。それで、7時に閉まっちゃうっていうことで、で、仕事が終わったのが35分か40分ぐらいかなんで、近くのデパートをスタッフが調べておいてくれて、それで、まあ、行くだけ行ってみましょうってスタッフが言ってくれて、で、知ってるとこのね、デパート、売り場の方がバーって行けるから、と思って、新宿だったんですけどね、降りたらね、ほら、シャッター閉まってるじゃないですか。で、新宿も入り込んでるから、どこどこ地下降りるのどこって言って、やっと探して、もうダーッと肉屋さんかけていって、サーロインくださいって、油の多いとこって言って、で、ショーウィンドウ見たら、ちょっと中身が多くって、あれーと思って、お値段はまあまあするんですけれど、そのショーウィンドウのもね。だけど、刺しが、でも、私が知ってる刺しはもうちょっと、私はちょっと脂身食べないんですけど、あるよねって取材とかでね行かせていただいて、そういう高級なものもいっぱい拝見してるんですけども、そしたらね相談したんですよ、その女の若い女の子だったんですけどね、油のどこが欲しいんですって言って、はぁはぁはぁって言って、でで実はねわんこが腎臓病で、お医者さんに豚肉の油って言われたんですけど、その豚肉の油がちょっと食べられないみたいなので、サーロインだったら、の生肉だったらいいですよって言われたんですって言ったんですね、私がね。そしたらね、電話かけてくれて、どこのブランドの、どこの、肉が一番刺しが多いかって今、在庫の中でね、電話でね、誰かに問い合わせてくれててね、ありがたいですね。そしたらね、そこからなんですよね。そしたらね、その女の子がね、今ね、その担当の、ね、男の子が来たんです。男は私から見ればもうね、もう孫みたいな若い子なんですけど、ブロック持ってきてくれてね、ここどうですかって言った、まあそれっていうものを出してきてくれたんですよ、店頭になくてね。でそれをね、普通だったらステーキ用に厚く切ってボンとこうやって売るみたいなんですけど、実はねワンコに食べさせる時にね、こう刻むのでねって言ったらね、
あのもうほんと閉店間際ですよ。なのに、あの何ですかね、薄くね、あのすき焼きのようにねスライスしてくれてね、一枚一枚ね、あのちょっと、あのあ向こうだ、向こうの冷凍、うん、あのそのまんまね、一枚一枚って言うと5枚しかないんですけどね、すいません、私もまあそんな状況でたくさんはねちょっと買えなかったんですけども、まあ1回1日 40g ということでね。でもあとトッピングになればね、あのお芋さんとか他のものあるのでね、ほいでまあ薄くスライスしてくれて、一枚一枚くるんでくれて、でなおかつも閉店間際だったので、もうお会計がね、あのレジなんですよ、あの生鮮食品売り場のやつがね。それで時間がないので、お肉を切っときますので、最初にお会計できるようにって、ちゃんとあのお会計の人が不思議がらないように、お会計だけを先にできるようにしてくださってね。そうしたらね、戻ってきたらね、まだお肉はね、あのできてなかったんですけれどね、その女の子がね、もうちょっとそのワンちゃんのお話聞かせてくれますかって言うわけですよね。そうしたらね、へえと思って、あ豚肉がねって言ったら、そしたらね、そこにあったメモ用紙に、腎臓の子は豚がどうのこうのとか、あのサーロインがいいとかメモるわけですよ。なんかね、ワンちゃん飼ってるのかしら、そこまで聞く時間なかったんですよ。それであのメモってってくれ、それでもなんかうるうるしてきちゃって、でも私ももうちょっと、あここでね、もうこのベストがね、こうやってね、こんな泣いてちゃいけないと思って、そしたらね、あのその一生懸命ね育てて、あの出荷してくださったね、あのその酪農農家さんにね、あのそれをワンコが食べるっていうのはね、どんなお気持ちなのかなって、あの思ったんです、一応ね。それでその女の子にね、そういうわけでね、ごめんなさいねって言ったらね、女の子がね言うんですよ、あのね、幸せなワンちゃんですねってね、うるうるしながらね、涙浮かべてね言ってくれたんでね、まあ、その時我慢しましたよね、鼻真っ赤、あマスクしてたか二重にね。でね、もう一生懸命書き留めてね、もううるうるしながら、幸せなワンちゃんですねって言ってくれても、もう車に戻ってからね、肉買いに行ったのにね、大泣きして車の中でしたらね、スタッフがね、もうびっくりしてるわけですよ、肉買いに行ったのに泣いてるから、何があったんですかみたいなのがね、もうお肉買いに行って大泣きって初めてですけどね。あーでも、いやーなんか嬉しい、なんかね、感動したの、すごく感動したの、あのその返しが、なんかあこれあの料理動画なんですけどね、そうそう、料理動画もたい、冷静に、そう、でね、やっぱりね、あの介護してるとね、はあ、ちょっと足りてるかしらとかね、うちに来て幸せでかしらとかね、私がママでよかったのかしらとかね、やっぱりあの思う方いませんね、いくらやっても介護ってそういうもんだと思う、あこれ介護動画じゃなくて料理動画です、ごめんなさいね、思うんです。だからね、あのふっとね、幸せなワンちゃんですねって言われた時に、ああのうちに来て幸せと思ってくれてるのかなと思ってね、それで多分ね、バーって涙が出たんだと思うんですけどね。とにかくね、それでね、あの夕飯ね、まあ、3日間ね、あのリーマンパパが昼間面倒見ててくれてね、帰ってきてね、夕飯もしっかりも食べたんですって、ちゃんとね、ご飯も食欲もあるしね、まあいろいろ症状はあるんですけど食欲もあってね、あこれ料理動画です、すいません申し訳ない、あと一言でね、でだけどね、あの一口ね、あのどんなものかね、ちょっとあの切りたてをね食べさせてあげたいなと思ったらね、あのハサミでチョキチョキやってたんですけど、その手に触っちゃうと、もう手のね温度で溶けちゃうんですよ、油が。そうなんですよ。それでハサミでチョキチョキやってたらね、
もう手でちぎれるぐらい柔らかくて、で最初ね 10g 測って、 10g ねかがしたらね、あの口の中に入れないとね、あのアムできなかったからね、一生懸命こうやって食べようとするわけですよ。で口に入れてあげたらね、あのうちの子はエミもそうなんですけど、ワンダもそうなんです。嬉しいと何かこう美味しいものを食べてる時って鼻がふがふが鳴るんですよ。久々に鼻がふがふが言いながらね、あの食べてくれて、それでね、もっともっとってね、なんかグーグーグー言うから、あのもう 10g ね切って、あの手の温度だとねちょっとちぎれるんだけど、あのあれなので溶けちゃう、切ったらね美味しそうに食べて寝たんですよ。まあちょっと話が長くなっちゃったけどね、えなんかあのそのワンコに食べさせたいんです、サシが必要なんですって言って、そのね男の子も一緒に聞いててくれて、切り方をね、あのサーロインステーキのあのサシの入ったやつトロトロじゃないですか。いくら機械でもね、もう本当に薄くみじん切りに、あね、私は食べさせるときするって言ったら本当に薄くスライスしてくれて、もう真剣にねどんな切り方がいいかね聞いてくれてね、もうね嬉しかった。はい、すいません、料理動画でした。はい、今日はですね、ですね、あの本当に買い物が、ね、できなかったので、人参とねじゃがいもで元に戻す私、はい、スパムとかね冷凍食品のね美味しいねチャーハンとかね、まあ、一応ご飯は炊きましたけどね、はい、人参とこれきゅうりは私がねカッパ巻きにしたいと思います。カッパ巻き好きなのでね、はい、ということで、あのりが空いてた。はい、ということで今日もなんかドタバタになりましたね。長時間お付き合いいただきましてありがとうございました。デパートの皆様本当にありがとうございました。はい、そしてあのいつもご視聴いただきまして本当にありがとうございます。ダメだ、この後やっぱりちょっと大泣きしよう。ありがとうございます。料理動画です。ありがとうございました。